はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単なことなのでね、ぜひよろしくお願いします。はい、また背中が痛くなってきました。そう、またなんですよ。以前にもね、お伝えしてるんですけども、まあ、退院してから多分3ヶ月くらい経った頃からだったように記憶に覚えがあるんですけども、僕は今でも食事の時にね、物を飲み込む時にですね、粘膜障害の影響で喉の奥が痛むんです。すごく痛むんです。でそしてその痛みに連動してね、あれも今から2ヶ月ぐらい前からだと思うんですけども、まあ、背中というよりは右の肩甲骨の表面っていうんですかね、その辺が、まあ、食事の時にそのものを飲み込む時に出る喉の痛みと同時に、その背中に痛みを感じるようになってきました。その2ヶ月ほど前にね、まあ、この症状が出てね、まあ、最後まで原因はわからないまま、まあ、とりあえず症状が治まって一安心したんですけども、また発動してしまいましたね。2ヶ月ぶり2回目です。こんなね、同じような症状って繰り返すんですかね。まあ、これまでこう2018年のね、去年の年末に退院してからですね、今まで家での生活では、まあ、このような同じ症状が出てきたことはね、なかったんですけどね。まあ、一回収まったやつがまた出てきたっていうのが、逆に、まあ、新しいと感じました。前向きでしょ、前向きね。前向きに行きましょう。まあこれもね、GVHD だと思います。慢性 GVHD ね、以前にもお話ししてますけども、GVHD というのは、白血病になって骨髄移植をした後に出てくる、免疫反応というかね、症状なんです。急性 GVHD というのが、骨髄移植してから約100日。で、100日以降の免疫反応の症状が慢性 GVHD というふうにね、言われてます。まあ、まだまだ他の症状も出てくるかもしれませんし、ひょっとしたらまたね、今回の背中の痛みが収まってもまた出てくる可能性もありますのでね、これも経過観察としてね、していきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。